強さの本質を知るために団長の気空団に入ったのは、僕は未だに団長にかなわない。僕は仲間たちと過ごすうちに弱くなってしまったのか。このままじゃダメだ。もっともっとだ。もっと力が欲しい。おい、そこのてめえ、力が欲しくねえか。これは四天神の声。ああ、てめえのここに直接語りかけてんだよ。いいかよく聞け。てめえには資格がある。資格だと。そうだ、俺の使い手となる資格だよ。てめえが俺の使い手にふさわしいか今か試してやる。こいつ有無を言わさずやる気か。いいだろう、かかってきやがれ。どうだ。さすがだな。当然だ。十天使をなめるな、このクソブキ野郎が。おおしれえ。ったくふざけやがって。てめえは一体何が目的だ。ああ、てめえは団長を使い手として認めたんだろう。返答次第では今すぐここで叩き割る。名も簡単だ。俺はお前の心に潜む欲望の答えだ。そうだ、てめえは団長に強くなりたいんだろ。団長より。ああ、だったらてめえの力を証明しろ。おのれが全空一最強であるとな。全空一最強。さあ、俺を手に取れ。団長、ごめん。